ドゥブロブニクは、ユーゴスラビア王国海軍の共同駆逐艦。本級の船体形状はクリッパー型艦手から、艦手艦班の還元部のみ高い、艦船手狼型船体を採用している。全く傾斜のない艦手艦班に、十四センチメートル速射砲、お棒立てのついた、単装砲がで一点二番手砲を背負い式で二機、上部見張り書に、即居技を乗せた箱型環境の両脇には、 船橋がつく。環境の背後に、簡素な短脚症。その後方の2本の煙突の間には、関西艇置き場となっており、2本1組の、ボートダビットを、片元2組の、計4組により運用される。2番煙突の背後の中央部看板上に53.3センチメートル、4連装魚雷発射管が、単小灯台を境にして直列に2機を配置していた。その後に、 小型の三脚式のミズン、後ろ向きに3.4番手法が後ろ向きに背負い、式配置で2機の順である。1929年8月4日に、ヤーロー社へ発注され、1930年6月10日、寄港。1931年10月11日浸水。1932年5月収益。初代艦長は、アーミン・パビッチ大佐であった。 1933年秋、ドゥブロブニクは、ルーマニア訪問中のユーゴスラビア国王、アレクサンダル・イッセイとマリアの帰国のため、ルーマニアへ派遣された。10月3日に、バルチクで国王と王妃を乗せ、それからブルガリアとイスタンブールを訪問し、10月8日に帰国した。百三十四年十月六日、ドゥブロブニクは、フランスを訪問するアレクサンダル・一世を乗せて、 コトルワンのゼレニカを出港。10月9日にマルセイユに到着したが、その直後にアレクサンダル一世は暗殺されてしまい、ドゥブロブニクはその遺体を乗せて、ユーゴスラビアに戻った。1935年8月、ドゥブロブニクは、コルフ島とビゼル島を訪問。1937年、ドゥブロブニクは、水上規模艦、ズマイア、潜水艦、ハーブリ、スメリと共に、 ピレウスを訪問し、続いて、ドゥブロブニクとズマイはイスタンブールも訪問した。1937年8月に、ドゥブロブニクはイスタンブールとムドロス島及びピレウスを訪問したとも、1941年4月6日、ス軸ジク国軍によるユーゴスラビア侵攻が始まる。同日、ドゥブロブニクはコトルワンでイタリア軍による空襲の際に二機を撃墜したが、 4月17日のユーゴスラビアの降伏後にイタリア軍に接収された。イタリアはドゥブロブニクをプレムダと改名した。この名前は第一次世界大戦中にイタリアの魚雷艇がオーストリア・ハンガリー帝国の戦艦セントイシュトバーンを撃沈した場所にちなむものである。プレムダはブリンディジへ行き、兵装の変更などが行われた後、1942年1月に 収益した。1943年7月17日に、ラスペツヤ沖で深刻な機関の故障が発生。ラスペツヤへ戻った、プレムダは、その後ジェノバへ栄光された。修理に加えて、砲弾の不足を理由とする5.5インチのイタリアの5.3インチ砲への、乾燥などもなされることとなったが、完了前に、イタリアの降伏となり、百四十三年九月九日に、 ジェノバでドイツに捕獲された。その後、ドイツの水雷艇 TA32 となり、1945年4月にジェノバで自陳した。ありがとうございます。